はい。えー、今、ちょっと緊急で動画を回してるんですけれども、えー、実は、最近ですね、あの、ヤフオクでですね、あの、僕が去年初めて開発した、この、クラッシャーの開閉機構のあるマスクが売られてるというお話を、一昨日ぐらいに聞いたんですね。それで、見に行ったんですけれども、 モーターの位置とか、まあ、隅々見るとですね、ちょっと危ないんですよ。アマゾンないしは、ヤフオクなどで売られているのは知ってましたし、それらは全てまず違法です。かといって、じゃあそういうものを売ってる方にそれはけしからんなんていうことを僕は言う権利はありません。で、僕はもう完全趣味で作っているので、まあ、ギリギリ、も販売もしないですしね。 もう僕も好きで作っている人間なので、被りたい人の気持ちもわかりますし、そこはなので今日は言及しません。そこではなくてですね、僕の YouTube ご覧になっている方はわかると思うんですけれども、このクラッシャーの開閉機構というのは、額のこの位置にモーターが2つついてます。で、相当なパワーで引き上げているので、かなり危険ではあります。 で、ご覧いただけばわかりますけれども、これですね。これが2つモーター。ところが、その僕が見た、あの、ヤフオクにあったモーターというのが、かなり低い位置についているんですよ。なぜ額になのかというと、モーターの可動域が目の近くに来ないために上なんですよ。これが低いと、 そのリンケージアームっていうのは水平移動するだけなんですけれども、モーターのそのアームがですね、万が一固定しているモーターが外れた場合、もう目に直撃します。なので今日は注意喚起のために動画を撮りました。昨日までワンフェスでこのコスチュームで遊んでたんですけれども、これ本当に僕やばいなと思うんですよ。これでもし怪我人でも出た日には、 平和にコスプレで楽しまれている方にも何らかの影響を与えかねないので、まず、あの、危ないことは皆さん買わないように、あるいはどうしても買いたい方は本当に気をつけてください。で、一日考えたんですけれども、普段のヤフオクの方もおそらく海外の人なんです。発想が海外なので、そういった人たちに届くかどうかわからないですけれども、 彼らにコピーされても大丈夫なように、比較的安全な仕組みを思いつきましたので、これを完成しましたらまた YouTube で、その方法とね、仕組みを動画で公開しようと思います。皆さん、こうしたものを購入する際には、くれぐれも気をつけて、というよりも、怪しいものは買わない方がいいんじゃないかな。 と思います。今日はそんな感じで注意喚起の動画でした。ギベンライダーでした